直島は海上自衛隊の総海艇。菅島型総海艇の4番艇。艇名は直島に由来する。直島は平成9年度計画総海艇384号艇として、日本交換鶴見造船所で1998年4月17日に寄港され、1999年10月7日に浸水2001年3月16日に収益し、 総会大軍、第2総会大に編入された。2008年3月11日、佐世保地方大下関基地帯、第43総会大に編成がえ。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、災害派遣のため被災地、宮崎県小永川町に向けて出港する。2014年4月2日、 クレ地方大阪神基地隊、第42総解体に編成がえ。2015年2月1日から2月10日、伊勢湾で平成26年度機雷戦訓練に参加。同年6月19日から6月28日、伊王島周辺海域で平成27年度実機雷処分訓練に参加。2016年2月1日から2月10日、伊勢湾で機雷戦訓練に参加。 同年11月20日から11月30日、日向カナダでアメリカ海軍との機雷戦訓練及び総会特別訓練に参加。2018年7月18日から7月30日、道の区案にて機雷戦訓練及び彦目印共同総会特別訓練を実施する。ありがとうございます。